この日は廃止される。この時は正式にバス転換前の代行バスでしたが、廃止される日高本線を巡ります。バスだと駅での時間に自由がないので、苫小牧でレンタカーを借りました。日高本線を巡ると言いながら、とりあえずは襟裳岬を目指します。苫小牧から襟裳岬まで道はよく、車は順調に進みました。途中までは高速というか高規格道路が無料だったと思います。車も多くなく快適なドライブでした。その時は思わなかったのですが、これは日高本線の向川駅から先の鉄道が廃止される主な理由となっているのでしょう。この状況は公共交通機関としての鉄道の弱点、あるいは JR 北海道のジレンマが凝縮されていると言えます。ケープエリモ、北海道。いやいや、来ましたね。エリモ岬といえば森進一の歌という印象ぐらいしかありませんでしたが、何もないどころかそこには絶景がありました。あまりにもありきたりな単語ですが、美しいという言葉以外には何も浮かびません。地元の人に今日は霧がなくていい天気と言われました。天気は晴れているのですが風は強いと自分では感じました。後でわかりますが、これすら地元の人にはいい天気だったのです。そこには広がっています。字の読み方が間違ってないと思いますけど、朝日漁港って書いてあります。左側見たら分かりますけど、こっちは漁港になってます。で、襟裳岬に至る海岸線を、まあ、襟裳の岬から反対側、どっちかっていうとなんだ、根っこの方を、半島の元の方を見てますけど、なんていうんですかね、波がなかなか消波ブロックに当たってますけど、あれ消波ブロックないと多分とんでもないことになるぐらいの波のような気がします。外の方にも波は高いですよね。で、海と山が重なってますね。で、やっぱり美しいです。美しいという単語しか出てきません。登るんだろう。なんかこうやって撮っていると波に直接かかることはないんですけど、波しぶきが体に当たっているような気がします。そばに住んだことはないので、ちょっと波すごいな。日高本線のターミナル駅であった様似駅です。様似駅を見ています。で、鉄路はこうやってきて、多分ここが鉄路の最後の地点。さて、様似の駅には結構人がいたんですけれども、お隣の西様似って読むんですかね、駅です。
駅名表これですね。あ、サマニの駅名表取るの忘れた。これ多分前は車掌車だったと思うんですけれども、それが駅舎として使われています。まあ、駅舎はいいとしてホームに上がってみましょう。もうなんか木材が置いてあったりしてなかなかあれなんですけれども、鉄路は苫小牧から当然つながっています。列車が走ってないのでレールがもう表面も錆びてしまっているんですけれども、確かにここには列車が来ていたってことだと思います。なかなかこういう感じでずっと続きますね。これ入るかな。これ駅名表ですね。西サマニって書いてあります。これが、サマニの一個手前の西サマニの駅の駅名表です。あれ、これ多分取れてなかったんでもう一回逆になりますけど、どこにでも海岸線には書いてあるんですけども、津波避難情報っていうのがありますね。やっぱりこう津波が来るとどこに逃げるっていうのは海岸に住む人には大切な情報だと思います。で、多分これは掲示板と書かれてますけども、昔こういうことをやってたという子供たちの写真ですかね。あと駅の中でこんなことしちゃダメよとかいうのが書かれてます。当然ですけれども、時刻表、まあ、バスの代替ではありますけども時刻表、あと、料金などがあります。下には西サマニ駅駅ノートケースと書いてあって、歴史をここにってあるので皆さん何かを書かれていかれてるのだろうと思います。これが多分昔の車掌車を改造した駅舎の様子でした。そしてやってきました、宇都間駅。西サマニと日高サロベツの間ですね。で、これも多分駅舎は、なんだっけ、車掌車を使ったものと思われます。ただ入り方が違ってて、ここにドアがついてますね。あ、意外と軽く開く。ここにも津波の退避の情報が書いてあります。こういう感じで、あ、ビッグコミックとか本も置いてありますね。まあ待つ間に時間が潰せるって感じですかね。開けて出てみますとこういう感じになってて、多分ホームに上がるには多分こうだったんでしょう。こっちが苫小牧方面ですね。やっぱり列車が走らなくなってレールは錆びていますが、ちゃんと西サマニの方に鉄路はつながっています。やっぱりレールはつながってるんですよね。という宇都間駅でした。今度はこっちが、サマニの方ですね。よく見ればあの綺麗な雪をかぶった綺麗な山が見えます。で、ここは日高幌別のホームの跡ですけれども、鉄路はこうやってつながってますね。こっちが、苫小牧方向になります。レールは錆びていますがちゃんと鉄路はつながっています。ふれあいサテライト三井市って書いてありますけど、これが多分旧日高三井市駅自動。これもあって、
これ多分旧駅舎を販売とかやってたんでしょうね。開閉しないでくださいって書いてあるのに開閉しちゃったらダメ。苫小牧方面ワンマンカー乗車口となってますね。駅名標は日高三井市。まあ繰り返しになりますけども、鉄路は苫小牧からずっと来て、わあ雪残ってる。そして様似の方向につながってます。12と書いてあるので、向こう側にもう線路は撤去されてますけども、向こう側多分両方かな、線路1、2、3本あったのかな、2本だったのかな。向こうのホームもホームの跡が分かります。まあ行っていいかどうかは分からないんで勝手に入っちゃねえと。こんな感じです。日高三井市駅跡です。日高三井市駅舎跡、駅舎に来ています。まあ駅舎も綺麗だし、列車が来ればまあこれは駅なんだろうなと思うんですけれども、残念ながらレールは列車も来ていなくて完全に錆びている状態ですね。まあ、レールはそこに残ってます。代行バスも来てるそうです。初めて廃線の跡っていうのを、廃線の跡、まあ廃線を巡る、まあ正確に言うと初めてではないですね。地元の自分が生まれたところの生まれ故郷の国鉄も、まだあれは多分国鉄時代だったと思いますけど廃線になりました。廃線になってこんなことを、こんなところに来ていちいちこういうことを言うことは間違ってると思うんですけれども、乗ってもいないんですからね、大体やっぱり乗ってもいないのに来てうんたらかんたら残念だとか言うのは、まあ外野の勝手な言い分であって、やっぱり鉄道会社としては鉄道からの収益をだけを言うことは今非常に難しいと思います。その点自分の生まれ故郷である JR 九州はうまくやってる方だと、まだやってる方だと思います、観光列車とかね。ただ北海道にはそこまでの余力がないのかもしれない。なかなか厳しい現状ですけれども、いつまでも駅舎がきれいに管理されていることをもう望むしかないですね。沿線の人にはもう沿線とは言わないのかもしれないけど、やっぱり頑張ってほしいです、せっかくこんなに綺麗な駅舎なんだなどと思いました。静内駅も駅舎は非常に綺麗だと思います。風が出てきましたね。こんな風のない日はないなんて言われてたんですけれども、静内駅から、様似駅の方を見ています。風が出てきました。
ーカップの駅舎です。レンタカーを貸して、今度は鉄路で苫小牧から室蘭を目指します。最後までご視聴いただきありがとうございました。